リチャード・クレイ・ハーミルトンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、コ鉄ビル出身の元バスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズなどで活躍した。身長201センチメートル、体重88キログラム。ポジションはガードからスモールフォワードをこなす。相性は、名前の頭文字と切り裂くの意味のリップ。コネチカット大学に進学し、 大学時代には1999年に NCWA トーナメントでチームの主力選手として優勝し最優秀選手となる。大学3年終了後、1999年の NBA ドラフトに一巡目7位でワシントン・ウィザーズから指名を受け入団した。ウィザーズでは3度目の現役復帰を果たしていたマイケル・ジョーダンとコンビを組みプレイしていた。ウィザーズに3シーズン所属した後、 2002年に、ゼリー・スタック・ハウスら複数選手とのトレードで、デトロイト・ピストンズへ移籍した。2003から04シーズン以降、ハミルトンは、ピストンズの主力メンバーとして定着し、兄のように慕うチャウンシー・ビラップスと共に、NBA を代表するガードコンビを形成、現在まで、東カンファレンスの強豪であるピストンズの得点源として活躍している。 チームバスケットを標榜するラリー・ブラウン監督のもと、2003から04シーズンには NBA ファイナル優勝を飾った。2005から06シーズンには NBA オールスターゲームの控え選手に初選出された。その年、ピストンズのチーム史上最高の64勝18敗となる快進撃を支えるようとなった。2007年、2008年にも3年連続でオールスターに選出され、 NBA を代表するシューティングガードの一人となった。2007年1月9日、フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で通算1万得点を達成した。2011年をオフにシカゴブルズに移籍し、2シーズンプレーした。2013年夏に再び FA になったものの、獲得に現れるチームは出現せず、2015年2月26日に引退を表明した。 2016年2月12日、デトロイトピストンズはハミルトンが在籍時に着用していた背番号32を永久欠番にすると発表。2017年2月26日のボストンセルティックス戦のハーフタイムで永久欠番授与式が取り行われた。味方のスクリーンを非常にうまく使い、ノーマークでボールをもらい、高確率で決めるシューター。 ボールのないところでひたすら動き回る彼にマッチアップするディフェンスは手を焼くことになる。ミドルからロングまでシュートレンジが広く FG 成功率は4割後半とガードとしては非常に高い水準にある。非常に細身の体型であるためパワープレイには向いていないがボディバランスに優れスタミナも抜群で試合終了まで走り続けられる体力の持ち主である。 また粘り強いディフェンスも持ち味である。ハミルトンは試合中フェースガードをつけるのがシンボルとなっている。2003から04シーズン後半から鼻の骨折を防ぐために透明なプラスチック製のフェースガードを装着して試合に臨んでいる。ハミルトンは学生時代に一度プロ入り後に度鼻の骨折を経験している。また鼻の骨折が治ったのでフェースガードを一度は外したが 調子が落ちてしまったので、弦を担ぐ意味からもフェースガードをつけて、プレーを続けている。バスカットボールレフレンス。ありがとうございます。